はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スカイルームのパート113ですね、やっていきたいと思います。無事盗賊ギルドに入りましたね。これからいろんな方と会話していきましょう。お前のように優れたものは初めてだ。何か必要なものがあれば尋ねてきてくれ。どうしてそんなに変わった名前にってルーンっていうのが変わった名前なんですね。父によると自分はソリチュードの沿岸で沈没した難破船の中にいたらしい。まだ小さい頃の話だ。ポケットの中には不思議なルーン文字が刻まれたすべすべした小石があったという。それに何の意味が？誰にもわからない。ウィンターホールド大学にも申し込んでみた。ギルドで稼いだ金はその意味を調べるために全部費やしただろう。おそらく知るべき運命じゃないんだろうそうなのね。そうだな。誰かが遊び半分で刻んだいたずら書きかもしれない。だがもし何か意味があるなら、自分の出自、乗っていた船などいろいろなことがわかるかもしれない。その名前は誰がつけたんだ？実は自分を見つけてくれた漁民だ。つまり今の父につけてもらった。似合いの名前だろ。変えようとは思わなかった。そうすべきでないと感じていたからだ。十分に注意しておこう。ありがとう。何か見つけたら協力しますよと。いうことね。で、あなたはちょっと話しましょう。この人ちょっとまあいっか。ねえ、前に厳しくしたかもしれないけど、新人だったから覚えてほしかっただけよ。わかるでしょ。なんかありましたっけ。さあ、そろそろ本当、本当の名前ね。そもそもあなたのことを知らないの。ここの人のことだって何も知らないわ。だいたいなんで知りたいの。家族でもないのに、ただの仕事でしょ。そうですね。何かあなたをそこまで怒らせるんだ。私について知りたいの。分かったわ、話してあげる。若かった頃の話をしてあげる。まだ10代の少女だった頃、荒野の真ん中にある養豚場に住んでたの。お金なんてどこにもない。豚にやる餌と同じものを食べていたわ。ひどいな。あら、まだよ。これからもっと良くなるから。そんな頃にうちの農場が山賊に襲われたの。武器で抵抗したわけでもないのに、一家全員が皆殺しにされたわ。ここからが肝心よ。あいつらは私を戦利品にしたの。丸2週間奴らにやりたい放題にされた。山賊どもが次から次へと。まるで続ける必要はない。いいの。ずっと誰かに聞いてほしかったのかもしれない。そういう重荷を背負って生きてきて、痛みが消えないの。心を探検で内側から切り刻まれているようで。どうやって逃げたんだ。しばらく経って奴らに信頼されるようになったの。それであるよ、ナイフを掴んで奴らが寝静まるのを待って喉を切り裂いてやったわ。養豚場には二度と戻らなかった。もうあそこには何もないもの。さあ、これが私の悲しいお話。ご感想は？まだあなたの本当の名前聞いていない。いつか教えてあげる。今日はダメ。そうなのね。またどこかで偶然会えるといいわね。いやー、しばらく会いますよ。で、あなたは？大事な人の邪魔をする以外にやることはないのか。この人偉いさんね。ゴールデングローの農園について何か知ってることは？人に聞く暇があったらなぜ自分でそこに行ってみないんだが、理解に苦しむよきつい人だね。はい、わかりました。お前を見ているぞ。ここは鍵、無理だね。鍵が必要です。で、あなたたちは？あら、あなた、サファイアはお役に立てるかしら。いや、サファイアさん、さっき喋ったよ。お前に言いたいことがあったんだ。なぜ会場がそんなに得意になったんだ。まあ座れ、すごい話だぞいや、あなた、この鍵を始めた時はギルドにも盗賊になることにもあまり興味はなかった。その腕があってか。真面目に働いて暮らしていたという意味じゃないがな。鍵開けが得意なだけに監獄破りの天才でもあってな。おかげでゴールドをがっぽり稼いだ。監獄破り？客から報酬をもらってあえて逮捕され投獄される。脱獄するためにな。
大抵は客にとって大事な誰かを逃がし、そして時々は、そうだな、客のために誰かを殺す。どっちにしても脱獄するのがミソだから、俺の能力が役に立つのさ。うん、なぜ辞めたんだ？そうだな、監獄破りの仕事は一人でやるだろう。助けてくれるギルドはない。盗賊ギルドや闇の一党の仕事を引き受けても計画通りにことが運ばないと俺一人の責任だ。うん、意味が分かったような気がする。最後に監獄破りを企てた時は失敗した。解放されるまでハイロックに3年監禁されたよ。それからはもう二度とやらないと誓ったんだ。うん、なぜ闇の一党ではなくギルドに加わったんだ？盗賊ギルドにってことね。さあな、この世の中では暗殺者より盗賊として腕を振るった方が稼げると悟ったからかな。獄中で誰かを殺す方が闇の一党がやってることよりはるかに簡単だ。俺は安全を望んだんだろうな。デルビンを知っていたから仲間に加われるか聞いてみた。それで決まりさ。うん、そういうことね。デルビンって誰だろう。これはあ、これルーンさんか。一番初めの話聞いた方ね。こっちは何？あー、出口ね。実はね、盗賊ギルドになるとこの出口を使います。まあ、ここに入れるようになったんでね。ここ入るとね、まあ私後で使いますけど、ここに入るとね、いや、あなたもさっき喋ったよ。もう何か必要かい？あんたもさっき喋ったでしょ。お前は大丈夫そうだ、ね、あと宝箱はね、大して意味がなかった気がする。あ、あるね。あ、ブラックブライヤー、ブラックブライヤーのディザー、そんなんあんのね。6、あ、6ピックはいるわ。あ、いや、結構いいの入ってんね。ね、一応もう使えますよ。寝ることはできない。寝ることはできないのね。寝ることできないか。あ、エルフの矢ね。あ、ロックピックめっちゃ入ってる。あ、いいね。で、寝ることができます。一応寝ましょうか。8時間ぐらい寝ましょう。いや、10。やめとこう。ちょっと聞きたいこといろいろあるもんね。なんか聞いてこいって言われてますんで、3人ほどからね。で、これがさっきのとこかな。そうだね。ここだね。あ、違うわ。間違えちゃった。で、練習場だね。お前は本当に根性があるよな。尊敬するよ。このギルドに大量の金をもたらしてくれるし、評判も上げている。何か必要なものがあれば言ってくれよ。あ、まあそんなに金持ってきてませんけど。スリンさんね、つまり三賊の一員だったのか。10年ぐらい前に加わったんだ。小規模な三賊団さ、20人程度の。ま、村を襲撃したり、キャラバンから略奪をしたり。だが奴らにとっては殺しこそが楽しみだったんだ。うん、自分は違ったと。勘違いするな。あそこでの最初の数年間は人生で最高の時期だったんだ。食べ物もワインも好きなだけ手に入ったし、どんな女ともやりたい放題よ。何が変わった？ある年の春、キャラバンを襲撃したんだ。数台の荷馬車に乗った農民たちが初めての村に行く途中だった。そいつらは大した抵抗もしてこなくて、最後に残ったのは女と子供だけだった。すると山賊団の頭ガルセクが残った女と子供を殺せと命令したんだ。うん、そんな命令は初めてだったのか。ああ、いつもは逃がしてやってた。俺が命令を拒むとガルセクは俺も殺すように命じた。幸いにも山賊団には迷わず俺の味方についてくれる友がいてな。それから仲間同士で殺し合った。それが終わった後、残った連中はそれぞれチリチリになったんだ。うん、ガルセクはどうなった？奴の首は槍の先に突き刺してその場に置いてきたよ。うん、生き残った連中がどうなったかはわからない。きっと俺みたいに別の仕事についてるんだろう。うん、そういうことね。いつでもどうぞ。いつでもどうぞね。ここは練習場なんですけど、これは何だろう。
あ、海上の練習か。だね。ここ海上の練習ができるんだよね。あとこれ、うん、ドワーフの宝物だね。で、ということはちょっと違ったね。とりあえずブルニョリフっていうか、あの一番最初の入り口でみんな、あ、飯中？あ、またサファイアさんか。あなたは話したい？いや、さあどうぞ。あなた長いんでね。その奥は誰？あ、早技のバイパーさん。こっちから話しかけよう。話したい？さあどうぞ。はい。なあ、ちょっと話さないか。ああ、スリの技術教えてほしいな。よからぬことをするわけか。教えるがただじゃないぞ。あ、安い、よかった。1、2、これぐらいだったらいいでしょう。ああ、もう全部いっちゃおう。あ、ここまでね、5回できますんで。よいしょ。なぜその名前がついたんだ。数年前の仕事でのことだ。ウィンドヘルムのある家にいつもの通り単に野党に入っただけのつもりだった。俺はベックスと手を組んでいて問題なく家の中に入った。お目当てのお宝を見つけて外に向かった。ああ、変わったこともなさそうだが。そうだったんだ。外に出るまではな。出てみたら町の衛兵が家を取り囲んでいたのさ。客が俺たちを裏切ったんだ。ベックスはただ逃げろと言った。だから俺は逃げた。半分が俺を追いかけてきて、あとの半分が彼女を追っていった。どちらかが捕まったのか。冗談だろ。ベックスなんて数秒で奴らを巻いたさ。一旦暗がりに足を踏み入れれば彼女は姿を消すんだ。俺か。俺は走りに走った。ウィンドヘルムの門をまっすぐ突っ切ってアルバルリフテンまで戻った。うん、信じられない距離を走ったんだな。いや、私も走りましたよ。俺が汗でびしょ濡れになって戻った時、ベックスはフラゴンで俺のことを待っていた。みんな俺を一目見て笑い出したよ。うん、なんで笑ったんだ。それはウィンドヘルムの外側に馬をつないだってことを俺がすっかり忘れてたからさ。ベックスはその馬に乗って俺よりも何時間も先に到着してたんだ。というわけでこうして俺は名声を得たってわけさ。誰にも言わないでくれよ。みんな知ってるんですよね。ゴールデングローの農場について何か知っていることは。俺ならわざわざ武器でミツバチの巣箱を叩いたりしないな。火を放てばパチパチ燃え上がるじゃないか。あ、これ大事なことですね。ギルドについて教えてほしい。君が話をする最初で最後の人物を教えよう。トニリアだ。彼女がギルドの盗品売買者だ。待遇を間違えなければお前を金持ちにしてくれるだろう。彼女からぼったくろうなんて考えればギルド全体に償いをすることになるからな。うん、まあもっとスリの訓練がしたかったら言ってくれ。まあ彼女、これでね、盗品を売ることができるようになりました。あとあなたはニルイン。ちょっとこっちに来てくれ。はい、何？ああ、違うか。より良い車種になれるよう訓練してくれないか。ああ、自分に教えられることなら、ね、安かったらいいんですけど。あ、や、安いけどちょっと上がってるね。てか無理じゃない。あ、一回やっちゃダメなのかな、別の方でも。どういう経験でギルドに入った。いきさつでか。かつてはバレンウッドに住み、父のワイン醸造所で働いていた。うちのワインは最高級品だった。保証するよ。仕事は順調だった。金も十分で大邸宅に住み、若くて愛らしい女性と婚約さえしていた。それを全てしてたのはなぜだ。退屈だったからだ。同じ毎日の繰り返し。ワイン醸造所で働き、友を訪ね、どうでもいい人たちと酒を飲む。ちょっとだけ興奮を求めたんだ、危険な何かを。うん、それが盗賊か。たまたまバレンウッドのギルドと仲良くなった。自らを銀の三日月と呼ぶギルドだ。それから数年間ギルドの仕事を請け負った。かなり稼いだが、そんなのどうでもよかった。必要すらなかった。一緒にやっていたのは自分に合っていて生きている実感がしたからだ。うん、どういういきさつでスカイリムに来たと。
しばらくすると所業が父にバレた。ある晩父に選択を迫られたんだ。バレンウッドを去るか牢屋に入るか、皆に別れを告げるようにと一日の猶予を与えられた。うん、それは大変だったろう。スカイリムにたどり着いたのは三日月にいた時のコネのおかげだ。デルヴィンという気さくなじいさんだ。彼の紹介でガルスと知り合ったってわけだ。それ以来ここにいる。こう言っちゃなんだが、いろいろ捨ててきたにもかかわらずちっとも後悔していない。うん、ゴールデングロー農場について何か知っていることは？あの大岩で集める蜂蜜でブラックブレイヤーの蜂蜜酒を作るんだ。スカイリムで一番うまい蜂蜜酒だ。やること教えてくんないのね。ギルドについて教えてほしい。問題を避けるだけでは足りないから、デルヴィンかベックス、バイパーにいつでも訓練してもらえる。それから鍵開けの練習がしたければ訓練室へ行くといい。以前窮地に陥った時助かったことがあるからな。はい、ありがとう。もっと弓の練習をしたくなったら声をかけ。あなたはバイパーさんね。もう話聞いたね。ということはあ、ちょっと待って、こっちかな。あ、こっちじゃないね。これ鍵いるんだよね。あ、鍵いるね。あれ、こんなとこで道迷うかい。こっちは出口だよね、ショートカットのね。あ、こっちだ。あ、こっちだ、こっちだ。で、こっちに行くと見せかけて実はこっちの、あら、あれ違った。あ、ラクドフラゴン、そうだわ。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなってます なりましたので、この辺で終わっておきましょうね。スカイリムのパート113、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。